埼玉県ではこれまで新型コロナウイルス感染症陽性患者の発生ペースが判明日、公表日で東京都と極めて似通っているということをこれまでも何度も指摘をさせていただきました。改めて申し上げますが、こちらが埼玉県の発生日が最初に発生した日をゼロとして、大体現在までを昨日までを取ったものであります。こちらが東京でありますけれども、この辺りまでを見ていただくと非常によく傾向が似ているということがお分かりになると思います。これを、私どもとしては念頭に入れながら、東京都で、陽性者が2桁を超えてから11日経ったときにポンと跳ね上がって40になったという話を以前もお話をさせていただきました。ちなみに埼玉県で2桁を超えた3月の31日から11日後が明日の4月の11日になります。でその際にはなんとか抑え込みたい、あるいはその東京と同じようにならないようにしたいという話もしておりましたが、実はおそらく今日にも、1日あたり40人の陽性患者を超える状況になりそうであります。もちろん東京の場合には横に大規模に、感染者が発生するような県はありませんでした。私どもの場合には横に東京都という非常にその多くの数の陽性者が発生していて、なおかつ東京都の間で密接な関係がある東京と埼玉でありますので、この懸念、残念ながら当たりそうだというところであります。でそのような中で、私どもとしては非常事態宣言については、西村大臣に対して、宣言が出される前に首都圏が一体で行わないと効果が出ないというふうに申し上げてきた経緯がありました。東京都並びに神奈川県でも今回実は施設の使用制限を行うという話がありました。これにつきましても埼玉県としてはやはり首都圏が一体となって対応するべきであるというふうに考えているところであります。すでに何度かお話をしておりますけれども、埼玉県は交通という意味でも首都圏と密接に結ばれています。また日本の中でも昼間の人口と夜間の人口がの差が最も大きい県であり、その多くは東京に通勤通学に行かれておられます。また現在の陽性者の動向を見ても、政府の専門家会合クラスター班が指摘している通り、東京都区部と接しているこの地図は、東京都区部と接している南部、あるいは高速道路も、さらには鉄道沿いに感染が拡大しているというふうに指摘を受けています。すでに埼玉県では不要不急の外出のお願いをさせていただいております。西村大臣によれば、この緊急事態宣言の措置がなされてから専門家は2週間程度見極めたいとしているものの、政府としては日々のビッグデータに基づく行動分析等で毎日のように状況を判断していきたい、このように、数日前の、会合でもテレビ会合でも指摘があったところであります。埼玉県としても、2週間というそういったそのスパンは取れませんから、毎日匿名のビッグデータ分析や公共交通の運営事業者から情報をいただき検討してまいりましたが、なかなか当初目論んでいた8割あるいは最低でも7割という目標に達するのは少し難しいかなというのが出だしの評価であります。特措法におきましては、その一方で施設の制限を求めることを前提とした45条という強力な規定があって、それに基づく政令において制限を求める施設の詳細が書かれています。この条項を適用するならば、どの施設が対象になるかということは平成25年に示されていますから、大きな混乱にはならなかったと考えます。しかし今回の規定については、外出禁止は外出の自粛はともかく、事業者に対するお願いは24条というより弱い規定が前提であり、またどの施設を対象にするかというものが事前に決定されていない規定であります。紐付けされていない規定であります。だからこそ、もしかすると国民の皆様には混乱が
を生じて進めてしまったのかもしれません。しかしながら今回国と東京都との協議を通じてより弱い規定の24条に基づいたまま、本来は実は何の紐付けされていなかった45条2項の政令がの規定が適用可能になったという理解であります。でこのことについては、先ほど内閣府とも話をさせていただきましたが、本来は45条を適用してそこにもともとはあったものを適用するんですが、そうではなくて別な条項、しかし今の埼玉県の状況を考えるとこの施設の制限というものをしたいと、あるいはしなければならないと考えまして、埼玉県における感染の拡大を抑制していくためにも、これまでお願いしていた外出自粛の要請に加え、施設を明示した上で新型コロナウイルス対策の実施について必要となる以下の協力を求めたいと思います。第一に具体的な施設名を申し上げる前に、改めて県民の皆様にお願いであります。45条1項の規定に基づき5月6日までの間、不要不急の外出を控えていただくよう改めてお願いを申し上げます。この要請は今回の緊急事態措置の最大の柱であり、この点においては何の変わりもありません。8日に緊急事態、措置を示しましたが、一昨日来県民の動向をいくつかの指標で拝見をしていますけれども、人と会う機会を8割減らす、最低でも7割減らすという目標、ここにぜひ一丸となってご協力をいただきたいと思っております。ただまだまだご協力をいただいてはいますけれども、足りないと思っています。改めての県民の皆様のご協力をお願いをしたいと思います。そしてこの要請の上、第一の柱に加えてでありますけれども、緊急事態宣言の下、コロナウイルスに対する対策を推進し封じ込める、あるいはピークを遅らせていく、そのために、次の画面をお願いします。この画面に掲示をされている施設の使用停止及び営業自粛にご協力をお願いをしたいと思います。これらの施設は先ほど申し上げた45条に紐付けされている施行令第1条に11条に掲げられているもので、平成25年に示されたものが一部開催されたものですが、この施行令を県としては一つずつどういった効果があるかということを改めて検討させていただき、停止のご協力を求めるのが適切であるという考えに至りました。この措置については来たる月曜日13日より実施を求めます。ただ事業者によってはなかなか準備ができない、そうおっしゃる方もあろうかと思いますので、なるべく月曜日からやっていただきたいと思いますが、可及的速やかにご協力をお願いを申し上げます。なお施設についての考え方ですが、例えばこの学校とか大学、こういったものについてはすでにお願いをさせていただいております。そして次に、劇場、集会場、あるいは、遊技場、あるいはそのスポーツ施設、こういったものについてはすでに感染経路として重要な、あるいは一定の役割を果たしたものがあります。そして他にも、例えば、展示場、集会場、さらには、博物館、美術館、そしてあの学習室、これはあの1000メートル、1000平米、超に限りますけれども、大きな施設でたくさんの人が集まって3つの密に該当するような施設については自粛を要請をさせていただきたいと思っています。したがってこの1000平米以上でありますので、普通の塾というよりもとても大きな予備校的な塾をイメージをしています。次に、あの政府が示している以下の、事業者については3つの密を避けるための取り組みを講じていただきながら事業の継続を求めることには変わりはありません。改めて申し上げますが、第一は医療体制を維持するための病院、あるいは医薬品の製造業やこれを支えるような産業、そして第二でありますが高齢者、
あるいは障害者の支援施設など、支援が必要な方々の保護に関わる施策を連れていく。そして3つ目は、インフラ事業者や生活必需品に関係する、例えば食堂やホームセンターや理美容室、観光総裁業、宅配業などの、国民の安定的な生活を確保する産業。第4については、金融や物流などの社会の安定の維持に関するものなどであります。改めてご不便をおかけをいたしますが、月曜日からの施設あるいは事業に関しての自粛のお願いをさせていただきますところ、爆発的な感染に至らないようにするための措置であり、県民の皆様のご協力ご理解をお願いを申し上げます。私からは以上です。